福岡県弁護士会は所属する弁護士が着手金を受け取りながら依頼を実行しなかったなどとして除名処分となったのは福岡県弁護士会に所属していた清田智孝弁護士43歳です県弁護士会によりますと清田弁護士は2018年から去年10月にかけて債務整理などの依頼で着手金を受け取りながらも 依頼者との連絡を立つなどし、回収した金を返還していませんでした。9件の依頼で適切な処理が行われておらず、少なくとも5000万円以上の行方がわからなくなっているということです。清田弁護士は先月、依頼者から預かっていたおよそ880万円のうち800万円余りを横領したとして逮捕され、業務上横領の罪で起訴されています。 弁護士会からの除名は最も重い懲戒処分で、県弁護士会は再発防止に向けて特別な研修制度を設けるとしています。